ボストンテリアと暮らして3年経ちました。困ったこと6選を紹介します。1、活発で運動量が多くよく遊ぶ。ボストンテリアはよく遊ぶ子が本当に多いです。みんな活発で走り回ってたりとか引っ張り合いしてたりとかで、もう常にね動いてる子が多いと思います。ゼロはボストンテリアの中でもかなり小柄な方なんですけど、それでもママは引っ張りっこの時に力負けするぐらいゼロちゃんは力強い引っ張りをしてくれます。なのでおもちゃが壊れるスピードもめちゃくちゃ速くてまあ30分ぐらいで壊れちゃったりとかっていうのも経験はあります。すごいね、破壊すごいね。ゼロさすが我が家の破壊王だね。楽しい？これ多分野生時代の内臓を出す遊びみたい、獲物の内臓を出す遊びと似てるらしいです。やばいやばい、マジでこれ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 すげえ、すごい回っております。すごい回しております。永遠に回しております。風船でっかいね。すげえ、天井まで届いてる。2、人の話をよく聞いている。ボストンテリアは人の表情とか体の動きとかをすごくよく見ていると思います。人の言葉を聞いて、なんかこの次こういうことしそうだなみたいなのを多分予測してるんだなっていう行動とか取ってきます。散歩とか、あ、そうね、こういう風におやつとかご飯とか、そういう言葉にもう今全部反応しちゃったけど、うち反応しちゃったりとかもします。あとうちの場合、上に行くっていう言葉と散歩っていうのを分かっているので、どこに自分が行けばいいかが分かるっていう。そうね、ゼロは散歩と上に行くっていう言葉ね、好きだよね。遊ぶのが大好きだからね。はい、今上に行くと言われたので上に行こうとしております。はい、ゼロちゃん戻ってきて。嫌なことがあった時とかも、その時の状況とかその時の言葉とかをすごい覚えているので、トラウマを作らないようにすることが大切だと思います。どうしたの？どうしたの？上に行きたいの？上に行きたいの？ゼロちゃん。3、興奮しやすい。ボストンテリアはテリアの血が入っているため興奮しやすいです。お散歩中とかワンちゃんとか、またお散歩っていう言葉で話しちゃうんだ散歩中とかいいじゃん。散歩中に鳥とか猫ちゃんとか見かけると追っかけようとしたりとかもします。興奮している時はお座りとか待てとかの指示をかけたりとか、こうやって毛の流れに沿って撫でてあげてリラックスさせるようにしてます。4、暑さにも寒さにも弱い。ボストンテリアはこう鼻が短い犬種なので、ハーハーして熱を逃がすことが苦手だったりします。夏は一日中クーラーをつけますし、お散歩の時とかお出かけの時は保冷剤と扇風機ですね、手持ちの扇風機が絶対必要になります。なのでね、電気代がすごいかかったりもします。また筋肉がこうムキムキで、あんまりこう脂肪がつかないワンちゃんなので、どうしても寒さにも弱かったりします。寒くてね、冬散歩に行くとうーってこう震えてたりとかすることがあります。なんでこうちっちゃい頃からお洋服着せたりとかして保温できるような子に育てました。
丸5。目が出っ張ってるので怪我をしやすい。ボストンテリアちゃんは本当に目がこう出っ張ってます。こう上から見てもね、ここの部分ってすごい出っ張ってると思うんですけど、なので目をぶつけちゃったりとか目の怪我が多いと言われています。ね、草むらに突っ込んでってこう目を傷つけて帰ってきちゃったりとか、まあ、ドッグランとかで遊んでて相手のワンちゃんの歯がたまたまここに当たっちゃって目を切って帰ってきたりだとかっていうことがよくあります。で本当にね、目は気をつけてあげないとすぐ怪我してしまうので注意が必要です。丸6、かわいすぎる。もう一番これ困ってることなんですけど、もう本当にね、かわいい、もうとにかくかわいい。まあ、ママもともとハナペチャ犬が好きっていうタイプの人ではなかったんですけど、ゼロちゃんをお迎えしてからもうね、ハナペチャ犬の魅力にねハマってしまいましたね、完全に。2頭目のレイちゃんもハナペチャ犬ですし、もう本当に可愛い、もう本当に可愛くてですね、全部の時間と全部のお金をこの子に注ぎたくなっちゃうんですよ。ボステリグッズがあれば全て買い揃えたくなりますし、ボストンテリアに似合うと言われれば速攻買ってしまいますし、もうねダメですねこういう飼い主でもね、本当に幸せいっぱいの生活を送らせてもらってるので、この子のために頑張ろうって思えるので、困ってるんですけどとってもいいことだと思ってます。というわけでボストンテリアを飼ってみて困ったこと6000でした。この動画はボストンテリアを飼いたいなって思ってる方とか、ボストンテリアに興味を持ってくれた方に参考になればと思います。以上、かわいいゼロちゃんでした。